はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、90センチ水槽ですね、過去ボルネオ水槽なんですけど、今私の中では。まあそういうコンセプトでやってる水槽なんですけれども、まあちょっと前からですね、一回動画に上げて、ちょっと白濁りがひどすぎると。いうことで、なんかそれでいろいろですね、対策とかうんぬんを話したと思うんですけれどもですね、まあそれから約2週間ぐらい経って、まあその時はですね、まあ徳川家康方式から秀吉方式にしようみたいな感じで、その何もせず静観っていうところからですね、まあとりあえず白濁りを取る、その、まあ対策を一つやっぱ打ってみようみたいな、ことをその言ってたと思うんですけれども、まああれからですね、結局まあいろいろしたんですね。まず第一が、入れてる植物がやっぱ少ないのが良くないんじゃないかなと思ってですね、60センチ水槽でもう一つそのボルネオ原産の植物で固めてたのがあったんで、そこをまあ解体してですね、まあちょっと今、まだ濁りが取れてないので、見えるかわかんないんですけど、奥の方にですね、まあ、大量に植えて、まあ、もろもろ大量に植えたんで、基本的にもう植えるところが一つもないっていうぐらいは、植えてる状況なんですね。で、だからまあ、その、要は植物の自浄作用っていうんですかね、それに任せてみるっていうのをやったと。まあ、ただこれは結論的に言ってあんまりうまくいかなかったですね。うまくいかなかったですね。で、その後ですね、まあ、やっぱもうどうしようもないってことで、エアレーションですね。エアレーションをずっとブク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 。まあこれも1週間ぐらいやったんですかね。やったんですよね。まあ結局その、まあバクテリアのバランスの問題っていうところじゃないですか。白濁りは。なので、まあブク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 やったんですけど、まあ、結局うまくいかなかったですね。あんまり濁り取れないな。ずっと白く濁ったまんまだなっていうところで。結局それもうまくいかなくてですね。で、まあ最初は白く濁ってたんですけど、まあこれよくあるあるだと思うんですけど、白濁りを放置してるとですね、緑濁りになるっていうこと結構ある、まあ私は結構あるんですけど、まあなんかそういったことでですね、まあ、結局その要は卵中水槽あるじゃないですか。で卵中が冬越す時用に緑水作るじゃないですか。であれみたいな感じになっちゃったんですよね。でだからうわあんま緑だなーってなってですね、でまあそのもうどうしようもない晩酌尽き果てたなみたいな感じになっちゃって、なのでまあ結局あとはそのろ過不足であるならこの上部フィルターを変えるとかですね、あとはまあ外部式フィルターをサブフィルターでつけるとか、まあいろいろ方法あるんですけど、なんていうかですね、それ嫌じゃないですか。で、どうしようかなと思っていろいろ考えてたんですけど、まあ、はたと一つ気づいたことがありましてですね、この水槽、まあその他の水槽と違う点が一つありまして、めちゃくちゃライトの点灯時間が長いんですよね。で、何時から何時かっていうと、朝の6時からですね、夜の10時までつけてるんですよ。それなぜかというと、私が起きてる時間帯なんですね。早起き、早寝ということでやってるんですけど、それやるとですね、まあ、私、睡眠時間8時間にしようと思ってやってるので、そうすると16時間点灯してることになるんですよ。んで、もしかし、いや、実はその、向こうの別の部屋にある水槽、まあ、調子いい方はですね、基本的にライト、4時点灯、12時消灯みたいな感じなんですよね。だから8時間ぐらいしかつけてないんですよ。まあ、大体皆さんそうと思うんですけど、で、要は倍倍はつけてるぞということで、まあ、もしかしたらですね、まあ、それがまずいのかなというところに、今至ってるんですね。今っていうのは3日前ですね。3日前至ったんですね、そこに。ついに。で、今、点灯時間ちょっと2時間ぐらいにしてるんですね。で、そこから2日経った現状なんですけど、まあ、非常に濁ってるんですけれどもですね、濁ってるんですけど、
奥分かりますかね、ここら辺のちょっと黄緑がかってるこれイデイなんですけど、これ見えなかったんですね、もともと濁りすぎてて、だそれが見えるようになって中が判別できるようになってきたんで、これはですね、もしかしたらそれが正解だった可能性がやっぱ劇的に変わったんですね、点灯時間を2時間に変えてから。なので、まあ、もしかしたらそれが正解だったかもしれないのでですね、徐々に良くなっていくんじゃないかなという兆しが今見えました、まあ、もしかしたらこれで逆戻りしてしまう可能性もあるかと思うんですけれどもですね、まあ、ちょっとこれは巧妙見えてきたなというところでちょっと動画に撮ってみたというところですね。まあこれ朝しかつかないんで朝撮ってるんですけど、めちゃくちゃ眠いんでちょっと早く終わらせたいなと思うんですけど、まあちょっと若干良くなってできたんで、この水素自体が昨日なんていうんですかね、奮発してというか、この CO2 をついに導入ということで、まあ調子完全体じゃないのに CO2 つけるとどうなるんだっていうのもちょっと一つ、まあ、見てみたいなというところもあったので。まあちょっと CO2 添加してみてるんですけれどもですね、まあ、またおいおいですね、変化がありましたらですね、動画にしていきたいと思います。まあしかしこの状況でもなんていうんですかね、木は葉っぱちっちゃいんですけど割合なんかよく増えていいですね。なんかやっぱり木いいですね。はい、てか、なんだかんだ言って白濁りしててでもですね、草自体は全然影響なかったんですよね。だからまあ、物によっちゃ結構その草自体が腐っちゃうっていうところもあるんですけど、結構クリプトは元気に育ってたんで、まあ、ブセも結構育ってて、まあ場合によるかなと思うんですけど、割合良かったですね。草に関してはよく成長してたので、まあ CO2 無添加でやってた割にはよく成長してたなというところで、まあね、なかなかちょっと、なかなかどうしてうまくいかないなというところなんですけど、これね、横から見るとひどいですよね。で、ブローサもね、ちょっとずつ新芽が出てきたんですけど、まあ濁っててね、こりゃやっぱりなかなか長丁場ですね。ということで、豊津商店でした。もし白濁りに苦しんでる方がいましたらですね、ライトの点灯時間今一度ご確認していただくと意外といいのかもわからないというところで、終わります。失礼いたします。